皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、11月18日土曜日、16時26分。まず、侍ジャパンの皆さん、関係者の皆さん、オーストラリア戦、コールド勝ち、おめでとうございます。まあ、本日の試合なんですけども、1回、満塁の場面、までが出来上がった後、ちょうどね、日本のベンチが映されてるんですよね。で、井端監督が笑ってるところを映されてるんですよ。で、そこで、1点止まりになってしまっている。その後、まあ、追加点が本当は、取れてるケースなんですけども、まあ、その辺のところが、まあ、ちょっと、今後、ベンチにいる人たち、選手の皆さん気をつけていただきたい。まあ、試合が終わるまで、まあ、とにもかくにも、笑い話なんかしてる場合じゃないと。まあその辺ですね。その後テレビの放送が14時から、まあサッカー U22 の方の、放送があって、私はそのテレビの放送、野球の方の放送が、14時まででしたので、その後、その、サッカーの試合に取り組みながら、まあ、頭の中の、中を日本代表の選手に渡したりとかしてたんですけど、サッカーの方。まあ、自然と多分、プロ野球の方に流れていってたと思うんですね。で、まあ、その辺のところは、まあ、最初、日本が最初先制点を取ったんですけども、まあそこは相手選手の、まあ、とある行動によって、まあ取れた1点であることはまず間違いない。まああの、威嚇行為のような行動ですね、フィールドで。ああいう行動をすると、まず、点取られると。で、継続して頭の中は、まあサッカー日本代表の選手の方にもしっかりと言っていたし、もしかしたら、まあ一応ね、これで、解説席の方が、まあ野球の方があったと思うんですけども、そこでね、よろしくお願いしますって言うじゃないですか。で、こちらも、すぐに、こちらこそよろしくお願いいたしますって言ってるんですかね。で、そこで解説席で的確なことを言っていれば、うん、まあ日本が得点してるっていう可能性もありますし、まあクイズ要素みたいなところもあって、まあまあ、野球としての知識が的確に合っているかどうかっていうところなど、まあそういったところが、うん、まあ影響を与えてるんですけども、まあ、サッカーの方は前半が終わった時点で2対1で、アルゼンチンがリードしている状態で、まあハーフタイムは、まあ、私の方も動けますので、まあ、プロ野球の、結果、そろそろ試合終わってるんじゃないかと思って、まあ、結果の確認ですね。まあ、そこで、まあ、10対0であると。まあ、それで、まあ、後半、しっかり、もうプロ野球のこと気にしなくていいから、しっかり勝ちに行こうということで、声かけを行って、そこから、逆転して、最終的に5対2と。まあ、最後は足をという形でしたね。まあ、強化試合でしたんでね。まあ、侍ジャパンの方で言えることといえば、先制点取った後、その裏のイニング、ピッチャーの入りとして、ごめんなさい、今、名前が、もう頭の中貸しすぎでね、あと、選手の名前、まあ、ちょっと最近世代交代がだいぶしてるじゃないですか、侍ジャパンも。ちょっとね、名前が出てこないんですけど、楽天の、選手の方、先発で、最初はコントロールにちょっと宿泊したと思うんですけども、これはね、他のピッチャーでも当てはまる可能性高いんですよ。先に先制点を取った場合、ルール法律で、例えば僕は先に相手に先制点取られたら正当防衛を唱えてるんですよね。じゃあ、自分たちが先制点取った時に、
自分たちにもそれなりの負荷が来るんですよ。でそこをさ、こちらはそのルール正当防衛の部分で相手が使用してきたとしたらの部分で見破ってるんですよね。だからその辺のところで徐々になんとか頭の中を供給してコントロールをまずしっかりと調整するところまで、持っていって、でもうあとはもう天秤が傾くかのようにもう試合の流れが一気に、日本側に、傾いてきたと。だから3回ぐらいの頃にはもう完全にコントロール良くなってたと思うんですよ、ピッチング。初回は、かなりコントロールが、アバウトなコントロールをしていました。まあまあ初戦の韓国戦の時の隅田投手なんかはもう火の打ちどころのないコントロールをしてたじゃないですか。腕の振りも良くて、でまあああいう風な形が一番の理想なんですけども、思い通りにボールが投げ込めると、まあそういう風な状況に、まあ3回ぐらいの頃にはほぼほぼ隅田投手と同じかそれに近いぐらいのところまでしっかりと自分が思ったところにある程度ボールが投げれてたんじゃないでしょうか。そのね、まあ、僕が頭を犯したことによって多少キャッチャーと構えてるところとは違うところボール行くようになります。それはストライクゾーン、僕の頭の中であるのは四隅を広く使う。だから内角とかで、インハイで、ボール気味の、まあ、際どいところとかに投げ込んだり、自然とボールが行くようになったりするんですね。だからそれは、その後、外角に、まあ、外角低めだとか、まあ、そういったところにボールを投げ込んだときに、まあ、ストライク取りやすい。まあ、せいぜい相手は、まあ、ファールでなんとか、逃げれるぐらいだとか、まあ、そういうふうな、バッターとして見たときにストライクゾーンを広く使われたらね、やっぱりバッター打ちにくいんですよね。だからその辺のところで、まあそういうふうなボールはいってるんですけども、それはしっかりと頭の中がいってる証拠なんですよ。だからその辺のところはピッチャーの方、まああんまり気にしていただかなくても結構です。キャッチャーの方も構えたところと違わなかっても意味のあるボールなんだなっていうことをご理解してもらったらいいです。まあそこにボールがいったんだったら次、まあ、ここに投げ込んだら相手バッターは打ちにくいだろうなと、まあ、ちょっと踏み込みにくいだろうなとか、まあ、そういうようなところをね、理解、まあ、できてるときはできてると思うんですけども、まあ、一応言っておこうかなと思って、言っています。まあ、試合は14時までの部分しか見れてませんので、その少し手前のところまでしか試合の中継がなかったので、まあ4-0 の時点で、まあまあもうほぼほぼ、まあ日本だなっていう状況は出来上がってましたね。相手ピッチャーのその出来具合と、その日本バッターの出来具合ですね。しっかりと、ボールカウント、バット振らない。まず振らない。で、しっかりとフォアボール、ランナー出始めると。まあそうなってきたらやっぱり相手ピッチャーも、厳しい状況出来上がってくると、どうしてもまあ押し出しもありましたからね。もうああなってきたらストライクゾーンにボール投げ込むしかありませんからね。だからもう後から出てくるピッチャーもその余計なフォアボール出したら大変なことになるっていうことは分かってますから、だからまあストライクゾーンにボールを投げ込みやすくなる。こうなってくると今度日本代表としては最初からストライクゾーンにボール投げ込んでくるっていうのが分かっていたら振っていきやすいですよね。で、捉えやすいですよね。芯でしっかりと。で、相手足をしっかりと確認して、あのゾーンがヒットゾーンであると、そういう位置を確認してっていう形ですよね。だからまあ、打ち方としては、ああいう打ち方でいいなっていうのはあったんですけども、ただ、その打球の方向性っていうところが、まあ普通にセンター返しを狙ったようなバッティングで、まあショートの野手の方に取られて、まあ、ランナーが、ファーストにいましたから、その時はゲッツーになったのかな。まあ、アウトカウントちょっと、VTR とか見なきゃちょっとわからないんですけども、まあ、基本的にランナーがファーストにいたらショートとかセカンドベース寄りになるじゃないですか。そしたら三遊間が空きますから、まあ、打球を飛ばす
位置、方向性っていうところですね。その辺のところを、ちょっと気がついたところで、死んでは捉えているんですけども、ちょっともったいないなと。試合の結果としては、10対0で、圧勝をしてますんで、内容は、とても、良かったと。もう10点満点中9点でいいんじゃないですかね。その監督がベンチで笑ってたりするっていうのはね、そこで僕はすぐに切り替えられたらいいんですけどね、こちらは笑ってないっていうことをね、それで状況をひっくり返されないようになんとかできるんですよ。ただそこから最初の初回で本当は一気に持っていけてた状況だったんで、そこはね、指揮官として井端さんのその試合が終わるまでしっかりと気を張っておくっていうところで、ベンチで余計な話をしない、油断もしないっていうところですね。その辺のところを気をつけていただきたいですね。この辺のところは他のスポーツでも同じなんですよ。監督もそうなんですけども、だからサッカー U22 なんて、解説席でね、松木さんがやたらと笑っていて、そこもね、こちらはこらえながらというところでね、なんとか対応していて、試合は最終的には5対2でサッカーの方は圧勝してるんですけども、その辺のところですよね。以上です。皆さん、今日も、良い試合、お疲れ様でした。次の試合の日程が確か明日だったと思うんですけども、明日は、日曜日、河川の撮影に行こうかなと思ってるんですよ。天気が良かったら。向こう側の上流、篠山の方で降りて、先に、篠山側をある程度、奥の方までバスで移動してから、篠山側を撮影して歩いて、で、それから向こう側の上流から青野ダムの辺りのところまで、撮影しようかなとは思ってるんですけども、距離がね、かなり長いんで、帰ってくる時間帯とかを考えた時に、19時からの試合に間に合わせたい部分はあるんですけども、その時刻に帰ってこれるかどうかかは分からないっていうところですね。もし明日撮影に行くのであればですよ。だから、あんまりもう時期寒くなってくると、ちょっと撮影するのもかなりきついんで、だから12月ぐらいまでの撮影予定なんで、河川の撮影は。明日の試合、できればテレビ見ながら対応したいっていうところですね。テレビの放送が19時放送でしたので、多分19時から試合が始まるんだろうなとは思うんですけども、後で、試合開始の時刻を確認しておきます。以上です。皆さん、本日はお疲れ様でした。明日も、しっかりと、勝ちに行きましょう。以上です。